ヘアブラシ平らな大抵のヘアブラシは、髪のもつれを直すのに使われる。丸い大抵のヘアブラシは、ヘアドライヤーとともに、スタイリングに使われ、髪をカールさせるのにも使われる。ヘアブラシは、頭髪を整えたり、ヘアースタイリングに使われる道具。材料の毛は、動物の毛、ナイロン、ステンレスなどで作られた毛などが使われ、ハンドル部の材質に、黒炭、ローズウッド、カリン、 ブナ、ABS 樹脂、ポリアセタールなどが使われている。平らな大抵のヘアブラシは、髪のもつれを直すのに使われる。丸い大抵のヘアブラシは、ヘアドライヤーとともに、スタイリングに使われ、髪をカールさせるのにも使われる。パドル状のブラシは髪をまっすぐにセットしたり、矯正するのに使う。ストレートブラシと呼ばれる、2本のブラシを挟み込んだものは、ヘアアイロンの準備として、 ストレートヘアを作るのに用いられる。セットブロー用のブラシにおいては、ピン部分の素材、数、配列によって、髪に対するかかり方やドライヤーによる、風の抜け方、熱の効果が変わってくるので、用途により吟味する必要がある。抜けた髪を落としたり、頭皮の血行を良くするのにも有効である。ペットの毛をブラッシングするのにも使われる。ペットの毛をブラッシングすることは、 愛情表現の一つであり、猫が喉を鳴らしたりするなどの癒し効果がある。犬や猫などには専用のブラシがある。また、馬の硬い毛には、馬串と呼ばれるブラシが使われる。同じく髪を解く道具に櫛があるが、串が板状であるために歯が一列に並んでいるのに対し、ブラシは歯に相当するピンが毛などで作られていて、複数列あり使用目的によって配列が異なっている。 という違いがある。ありがとうございます。